皆さんこんにちは、ゆっくりマリサだぜ。あたいだよ。本日は2023年10月10日に行われた、第73期アルソック杯王将戦、挑戦者決定リーグ、羽生善治九段と、佐々木勇気八段の一戦をお送りするわよ。さて、1回戦が一通り終わり、中には2戦を終えた棋士も出てきたな。昨年の挑戦者、羽生九段は1勝0敗。今年初のリーグ入り、勇気八段は1勝1敗。まだまだ序盤だけど、2敗目は避けたいところよね。羽生九段は2年連続の挑戦に向け、豊島九段、永瀬王座戦を控え、今のうちに星を稼ぎたいところだな。要は、一戦一戦全て大切、落としていい対局なんかないってことね。そう、その通り。それでは、対局の前にプロフィールを確認しておこう。まずは後手の羽生九段。1970年9月27日、埼玉県所沢市出身、故、二上達也九段門下の53歳、今期竜王戦1組、順位戦 B 級1組、タイトル戦登場138回で99期獲得、一般棋戦優勝45回、将棋を知らなくても、誰もが一度は聞いたことがある、日本を代表するスーパースター、平成の天才、歴史に名を残す大名人、現在の日本将棋連盟会長、まさにレジェンド、羽生九段だ。その棋風は一言で言ってオールラウンダー。弱点という弱点がなく、居飛車振り飛車差しこなす、新手も古いスタイルもなんのその、面白そうな流れがあれば、喜んで飛び込むその姿、いたずら好きの少年のような、はつらつとした展開が特徴ね。本日は後手、先手の若い棋風に触発されて、大きな展開に期待できそうだ。攻撃的で面白い将棋になりそうね。それでは続いて、先手の佐々木勇気八段。1994年8月5日、埼玉県三郷市出身、石田和夫九段門下の29歳、今期竜王戦2組、順位戦 A 級、一般棋戦で、加古川声優戦を1回優勝、初参加の王将リーグを勝ち抜き、初のタイトル挑戦を果たしたいわね。今期から A 級にたどり着き、思い切りの良さ、守りの硬さ、そのバランスも高い質で実現しているな。名だたるトップ棋士を相手にしても、その勝率は高く、7割をキープ、羽生九段という、わかりやすく高い壁を越えたいわね。先手のアドバンテージを生かし、思い切り攻めたいわ。角換わりを目指すのか、あるいは最近の流行、相掛かりでまっすぐ攻めるのか、あるいは別の道をたどるのか、作戦選択にも注目だ。さあ、それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カモン。今回は切るのが先手、佐々木勇気八段。マリサが後手、羽生九段だぜ。それでは、お願いします。7六歩。お、2筋じゃなくて角道から開けるのか。3四歩、先手はどんな戦型を望んでいるのかな。2六歩、それは見てのお楽しみってものよ。ほほう、それなら、8四歩、その作戦、見せてもらおうじゃないか。ふふ、2五歩、この後の展開が楽しみだわね。むむむ、まさか。8五歩。そう、そのまさかってやつよ。7八金。角道を開けた歩が孤立しているこの形は、3二金。最も激しいとされるあの戦型、覚悟はいいか？2四歩、私はできてる。これは、同歩。そう、昨年度羽生九段躍進の原動力。同飛車、横歩取りだー。まさか、この大事な一戦で横歩取りとは、しかも後手が誘導するでもなく、初手から角道を通し、積極的に誘う姿勢。これはもう、やる気満々じゃないか。やる気元気勇気、ここからもずっと続く終わりなき棋士の道。その中で、壁にぶち当たることなんかいくらでもある。そして目の前に壁があるなら、乗り越えたいじゃないの。しかもそれが高ければ高い壁の方が、登ったとき気持ちいいもんな。そうか、それならこちらも抜かねばぶさ法というもの。8六歩、全力でその姿勢、受け止めてやろう。同歩。同飛車。すでに2枚の歩が手元にありながら、さらに欲張り。3四飛車、これで3枚、いくらでも手が作れるわ。なんの。3三角、角の飛び込みを防ぐ角上がり、ここで上がっておかないと、金銀どちらかが、孤立して大変だからな。5八玉、王様は左右にバランスを取るな、数枚。5二玉、状況に合わせて位置を変えるぜ。そしてさらに、3六歩、桂馬の速攻を意識する、青の竜よ。そちらが激しさを求めてくるというのなら、7六飛車、最も激しい、相横歩の展開だ。7七角、同じく、角の飛び込みに対応するわ。7四飛車、飛車をぶつけ、交換を要求だ。オーライ。同飛車、お互い平べったい陣形に飛車を手駒に加え、打ち込みによる、一気の展開を目指すわ。同歩。こうなってくると、どこまで強い攻めを用意できるかの世界。3七桂、玉頭を目指して攻めの桂馬を発進するわ。なんの。7七角なる、飛車だけでなく角も変え、より激しく強く、殴り合いを目指すぜ。
同型、桂まで取り返し、二頭の跳ね馬が後手玉頭を目指す。一気に勝負のつきかねない、とんでもない展開ね。その腕力勝負こそ、こちらの望むところ。8六歩、一切引かず、垂れ歩で脅しをかける。8八歩、手前に引いて誤り、8筋を止める。6四角、右桂に当たりをつけ、対応を求める。3八銀、銀を立つ手が、金銀に連携を持たせるわ。2八飛車、銀の脇に飛車を置き、先手玉をラインに捉える。次に角を飛び込んだ時、飛車が直撃するので、先手の銀が動けないんだな。6九玉、直撃を避け、下段に位置取りを直すわ。2四飛車なる、中段に竜を作り、一つの主張にするぜ。2五歩、桂馬の利きで抑え込み、竜を追うわ。5四竜、中央に配置し、5筋を狙いつつ、桂跳ねを両方受け止める。2四飛車、その竜と交換するか、放置するなら桂馬をかっさらうぞ、と脅しをかけるわ。仕方ないな。どういう。取り返すこの手で歩みを進め。同歩、後手陣に垂れる、拠点になるわよ。むむむ、だがしかし、2六歩、2筋に歩を垂らし、放置すれば。2七歩成でと金を作り、同銀、3七角成で一気に迫る手が見えるな。2筋に歩を垂らし、歩による受けができないデメリットだ。垂れ歩で守りに歩が使えないのなら、2三歩成、成り込んで取らせれば、打ち直せるってもんよ。同金。しかも、ただ歩が使えるようになるだけでなく。2八歩、後手陣を乱したことも、主張の一つね。むむむ、ここまでより強く、より激しく来たが、先手陣はコンパクトにまとまり、硬くなっている。大駒二つを手元に入れ、大きく揺さぶる方針だったが、なかなか正面から崩すのは難しいな。対して、私は平たく低く陣取っており、ほとんど陣形整備ができていない。まあ、これはしょっぱなから全力疾走ぶん殴りで、攻撃に全振りしていたから、致し方ないところだが、さすがにスペースがありすぎだよな。現状、すべての攻めを受けられているから、反撃に出られたらひとたまりもない。さて、ここで問題だ。先手の攻めを想定し、自陣に手を入れ受けの体勢を取るか、あるいは、この激しい盤面をさらにぐちゃぐちゃにし、より燃え上がる展開で難しい選択を迫り、隙を作ってこじ開けるか。考えるまでもないな。こういう時、私は常に前を見てきた。これまでも、そしてこれからも。持ってくれよ、私の陣形。8九飛車、さらに強く、さらに激しく。九八香、なんと、飛車短期で乗り込んできただと六二銀、落下傘を落とした後、先受けに銀を上げる。六五桂、狙いの桂跳ねで玉頭に迫る。九九飛車なる、この竜が攻撃の強頭歩だ。四五桂、ダブルの桂馬が虎視眈々と狙うわよ。三七歩、空いたスペースに叩きを入れる。二九銀。先手が受けに回ったこの瞬間。8七歩なる、同金で返せば、先手玉の守りが薄くなる上。後手8六歩、先手7七金、後手9八竜で、強者を獲得した上、8筋からと金を作り、ねじ込んでいく攻撃が見えてくる。当然、自力を薄くするメリットはなく、同歩、歩で取り壁の形を維持するわ。ならば素直に。9八竜、強者を取って攻め駒を確保。でもこの瞬間、5三桂右なる、値に手番が回り、攻めのターンね。土星。同銀、そのための銀上がりの先受けだ。同桂なる。銀を渡し、王様が露出しようとも。同玉、二枚替えの上、中段に浮くのは悪くはない。四五角、金を狙いながら玉頭を抑えるわ。なんの。三三金、金を寄れば、駒が集中し、引き締め効果があるってもんよ。浮き駒が複数発生し、四一飛車という手が見えるわね。後手陣がバラバラで、一気に攻め落とすにはチャンスに見える。でも、自陣の竜も後の貴重絵になりそうで、放置しておくのはとても心配ね。攻めるべきか守るべきか。よし、ここは足元を盤石に。八八金、竜を追い、絡め取る方針を目指すわ。むむむ、だがこれは、私の狙い、角が飛び込んでの壁破壊の際、金が焦点に接することになることと、七筋にスペースが空くことで、桂馬などによる攻撃の余地が生まれそうだ。駒が集まり、非常に難しい局面になるとは思うが。九九竜、ここが勝負どころだろう。むむむ。四一飛車、こちらも攻めの勝負手、短期突入よ。5一歩、金との連携で、背後に守りを入れる。3一飛車なる、当然、金を収めてて駒に入れる。4四金、上部を抑える角に働きかけよう。2三角なる。あれだけバラバラだった私の陣形が。6二玉、手順でまとまり、壁を作りつつあるな。2一竜、
ゲームは抑えにも効くし、両取りを狙えるわ。それは、6号桂、こんな感じでか？むむむむ、でも桂頭銀なら、66銀、紐のついていない桂馬をタダで取れそう。なんの6八香、取られる前に、先手玉を叩き決めに行く。同玉では当然、7六桂の両取りがあるぜ。7八玉。ここはかわす一手だろうが、竜に近づき。7六桂、先手玉の動きを押さえつける。むむむ。8九銀、駒を集めて我慢の時間よ。だがここで、9七角なる、狙いの一手、角を合図に殴り込みだ。同金、耐え抜いてみせる。写楽性、この程度の守り。8八歩、ほころびをついて崩してやるぜ。ぐぬぬぬ。同銀右。同桂なる。同銀では、6九竜の一手済み。6八玉、打診昇段、ここは金銀をしんがりに脱出よ。8九竜、短期突撃した飛車が生還したな。5八玉、急いでここは逃げ出さないと。逃がさん。3九銀、取らせて同竜で退路がなくなる。6九香、竜のラインを遮るわ。7八竜。6八桂。壁を作り、我慢の展開だろうが。4八銀打つ。それは逆に、袋のネズミだ。厳しい。もし、同金と取っても。6九竜と切っていき、先手同玉、後手4八銀なると進めば、左右から強撃され、金打ちでの必死、守りに受けはないわね。つまり、今私に残された生きる道は、9合角、後手玉を詰ますしかない。つまりそれは、7一玉、この攻めをかわしきれば、私の勝ちだな。7二歩、同玉。3二竜。5二歩。7三歩。最後の攻撃、叩きをかわす手もあるが、同桂。より確実に、追撃の手を許さない。これを同角なると取っても。後手同玉、先手8号桂に、6二玉とかわせば、追撃の手がなく、あとは先ほどの手順で先手玉は一手一手、勝ち筋がどうやらなさそうね。最も激しく、道も整備されていないこの荒野、自ら切り開き、定石を作るつもりで臨んだ戦いだったけど、目の前にそびえる壁は、あまりにも高かったわ。でもいつかきっと、乗り越えてみせる。今はこの現実を受け入れよう。負けました。ありがとうございました。悔しいわ。両者、ところどころ危なっかしい場面があったが、羽生九段の勝負手、飛車の短期突入が功を奏したな。まさか、こんな駒の密集して動きづらい場所に、大駒の飛車を叩き込むなんて、思い切ったわね。まあ、逆に言うと、強者を守ろうとすると先手も飛車打ちくらいしかなく。こうすると、逆に先手も貴重な飛車が、全く役立たずの引きこもりになるので、いくら後手陣にスペースがあっても、ほぼ意味のないものになり、後手がじっくりした展開に持ち込めるな。なるほど、両取りがほぼ確定した展開に持ち込めるのね。当然、リスクもでかいけどな。勝負を分けたのはこの場面、61手目、先手の手番で、攻めの4一飛車か、守りに手をつけるか。本譜では、守りの8八金を指したんだが、後々の展開で、両取りの位置に叩きを入れられることになる上、結果的に、角の飛び込みによりこじ開けられ、閉じ込められていた竜が解放されるきっかけになってしまったんだ。ぐぬぬ、136分かけた一手がこんなことになるとは、長考の手って、こうなりがちだよな。しょぼーん。この結果を受け、羽生九段は開幕2連勝、結城八段は1勝2敗、挑戦の目はまだあるが、非常に厳しく、現実路線として、残留を目標にすることになりそうだ。短期決戦ゆえ、黒星一つが重いわね。同時に、白星の価値も高く、羽生九段も、2年連続挑戦に向け、大きな勝ちになったな。翌日、10月11日には、豊島近藤戦が控えていて、どちらが勝つかによって、今後の挑戦権争いに動きがありそうね。羽生九段もまだまだ連敗の可能性があるからな。豊島九段が勝てば、挑戦権争いは三つどもえになりそうだし、近藤七段が勝てば、2敗勢まで含め、混沌とした展開になりそうだ。実力伯仲の王将リーグ、まだまだ何があるかわからないわね。さあ、それではこの辺りでお開きにするわよ。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録を。ニコ動をご覧の方はいいね、フォローをお願いするわよ。さあ、それではこの辺で。バイバイキン。